まあ、当時はですね、まず電気が停電になったということなんですけども、まあ、そんな中で私らは発電機を使ってテレビを見て、それでまあ原発、まあ、もう爆発したと、そういう情報しか入ってこないんですよね。行政とか国とかそういうものからは一切の情報が入らなかったということで、情報源はあくまでもテレビとかラジオとかそれしかなかったんですよね。そしてさらに3号機が爆発しても危ないとか危険だから避難しなさいよと、そういうことは一切なかったんですね。我々飯舘村民に対しては、これはまあその辺が非常にまあ残念だなと、こういう思いがします。情報が来ないんですから動かないですよ。これはだって放射能というものは目には見えない、匂いもしない、体って何ともない。だからみんなだん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 慣れっこになっちゃった。これは3月14日3号機が爆発した後の夜に私は対策本部に行ったんですね。一体どうなってんだということで、そしたら放射線量を測っている、まあ、担当者がおりまして、そこで、いや長谷川さんとんでもないことになってんだということなんですよね。いくらあるんだと、40マイクロシーベルトというわけですよ。何って言ったら、私はそういうマイクロシーベルトとか40っていう数字はどういう数字なのか分かんなかったです。でも高いっていうことは分かったな。だから私はすぐにその部屋を出ようとした。そうするとその時に彼に呼び止められたんですね。そして彼には、長谷川さんこの数字は誰にも言わないでくれと、なんだと言ったところが、村長に誰にも教えるなと、口外するなと、村長にこう言われてるんだと、そういうことなんです。そして私はまあそんなこともう関係なく、ふざけんじゃねえということで、私はすぐ部屋を出たんです。そしてすぐに家に帰って、今度は私は部落の区長もやってますから、そこで部落の人たちに電話したんです。明日緊急集会をやる、役から集まれ、そういう指令を出したんですね。そして次の日、今度は部落の人たちがみんな集まってきました。放射能のことだって言われてるからみんな集まってきました。そこで私は、まあ、今まで知れた情報、そういうものを全部部落の人たちに伝えたんです。もう毎日牛乳、乳を絞っては捨て絞っては捨ての毎日だったんですね。そして計画避難が設定されて、そうするとそれによって今度はその避難の区域の中では牛は飼ってはダメですよと、だから牛乳の集荷もしないよと、そして今度は計画避難の中だから牛移動もしてダメだよと言われた。人間は避難しなさい、牛移動してはダメだ、牛置いていくのか、そういうもうてんやわんやの毎日だったですね。これはただ情けないの一言だったですね。そして我々は国、県、村、そういうものから一切のフォローは受けなかったんです。牛をやめようということは我々は自ら決断をしたんです。誰にもフォローされることなく、そしてやめると。そして今度牛は移動はするなと、してダメだと、そんなことできるわけねえだろうということで、いろいろ県とかそういう部分と話をしたんですね。その結果言われたことは、分かりました、飯舘村の牛2頭を屠畜してください、殺してくださいと。そしてその肉から放射性物質が出なければ飯舘村の酪農家の牛全部殺してもいいよって言われた。これはつらつらかったですよ。これは自分たちでいくら決断したとはいえ、家族と同じ牛が処分されるんです。みんな涙ながらにみんな送ったんですね。
これは本当にこんなことがこの世にあんのか。酪農家の奥さんたちはみんな泣きながら牛を追いかけました。なんでこんなことが起きたんだ、そういう思いでいっぱいだったですね。まあ牛舎は空っぽになった。カカーッとこれは私も肩を落としていた時に私が最も恐れていたことが起きたんですね。隣の相馬市の酪農家私の友人が自殺をしたということなんですよね。なんでこんなことが起きるんだ。まあ彼に言わせればちゃんと書いた字、原発さえなければという書き置きを残して彼は旅立ったわけです。ですからその原発のそして原発の事故そういうものがなければ誰がしもみんな今まで通りなの生活ができたということなんですよね。それが全く180度変わっちゃった、そういうことなんです。まずですね、飯舘村の人はやっぱり一応にもう今は避難して誰もいないわけですから、でもやっぱり帰りたい、そういう思いは強いと思います。ただそれが本当に実現可能なのかどうか、それが非常に難しい問題だと思う。私だって今までふるさとに対する思いというものがこんなに強いものだと思わなかった。でもやっぱりこういう状況になってみて初めてふるさとに対する思いこういうもんだったのかというものがつくづく思い知らされたと、そういう感じなんですね。だから飯舘の人たちみんな自分のふるさと飯舘に戻りたい、そういうそれが思いなのかでなかったら飯舘を捨ててよそに行ってみんなで暮らすか、これからそういう決断をしなくちゃなんないんだろうなと、そういう感じがするんですけども、そこでやっぱりその前に立ちはだかってくるのが除染という問題ですよね。果たしてその除染ができるのか。結局日本という国は国策として原発を推進してきたわけですよね。だから我々はその裏でこういう事故が起きた時にはずっと対応ができているもんだとばっかり思ってたんですね。いざこういう事故が起きてみればそういう対応は何もされていなかった、はい、25年前のチェルノブイリの事故でさえ日本の国というものは対岸の火事だったわけなんですよね。私にも4人の孫がおります。これからはやっぱり子どもたちの本当にちゃんとした健康管理、これを徹底してやっていかなければダメだと。そして今から60年前の広島長崎の原爆のあの時差別が起きましたよね。みんなそれぞれ私も随分話を聞きます。その中で被爆者ということを隠して生活をしていた、それがまさにこれから15年後20年後になった場合にそういう問題が起きるんだろう。もう小さな問題はすでにもうそういう差別というものが起きています。これはやっぱりこれからはそういうものが差別というものが起きないような社会づくり体制づくりをやりながら今の子どもたちの健康管理というものをずっと国策として取り組んでいかないとダメだと。私もね、全く今回の原発の事故以前は本当にこんな事故なんて起きるなんて思わなかった。国だって原発は絶対安全なんだよ安心なんだよと、事故なんて起きないってこういう考えだったんですよね。でも最悪にはやっぱり自然には勝てない、そして原発というものは人間が作ったもんなんです。これ壊れるんですよね。やっぱりやっぱり我々
こういうあの放射能という、私はね放射能というものはとんでもない化け物だと思ってます。モンスター、そういうものを人間は軽々しく取り扱ってきたのかな、そういう思いがするんですね。ですからやっぱり、私はこれから第2第3の福島、チェルノブイリがあってスリーマイル島があって、そんで今度は福島になったわけです。もう二度と我々のようなこういう思い、そういう地域、そういうものを作ってはならないと思います。二度とですから福島のような思いをさせてはならないと思うんですね。そのためには何を今するべきかということは、やっぱり今脱原発、そういうものを図っていかなければならない、行くべきだろうじゃない、これは行かなくてはならないこう思うんですね。でないともう世界中が汚染国になってしまう、そういう非常に強い思いがします。